特別番組協力 PHP 研究所国際法で読み解く戦後史の真実第2話、国際法が踏みにじられる現代、いかなる侵略戦争も悪なのかをお送りいたします。倉山先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回のラストで、ね、はい、日本人の教養としてウルトラマンを見なきゃいけないって話してたじゃないですか、はい、やっぱりね、平和憲法を信じちゃうお花畑が増えるっていうのは、うん、ウルトラマン見てないからです、うん、古典として見ないでいたいよね。特に昭和ウルトラマン、はい、ね、平成ウルトラマンはね、桐戸利作先生のね、ぐらいまでの専門家じゃないとね、いけませんけれども、なんか私も追いつきれてませんが、昭和のウルトラマンね、全363話ぐらい見てほしいですよね、うんうん、なんか結構昔の政権と考えが似てるみたいなことを前やってましたよね。そうそう、番組やりましたよね。やりましたよね、うん、なんですけど、はい、ウルトラマンの基本的なプロットって、特にウルトラセブンなんかは、地球を侵略しに来る凶悪宇宙人がいて、でそれを地球防衛軍と、まあ、ウルトラセブンが協力してやっつけると、はい、何の理由があってね、うん、侵略しに来るんだって、うん、あれ大航海時代の帝国主義そのものですよね。だって本当に何のために来たんだって、人の土地にはるばるやってきて、はい、でそれでハンティング代わりに人間殺していってるわけですよ。もう正義も悪もへったくれもない、はい、でしかも悪い方が勝ってるみたいな話なわけですよね。でそれ見てた、侵略っていうのはこの世で一番悪いことだというふうに思うわけですよ、うん、はい。でもよくよくウルトラセブン見てたらですね、どちらにも正義があるっていうことが分かるわけですよ、うん、はい、実は地球人だって侵略者じゃないのか、うん、みたいな話があって、ウルトラセブンが悩み始めるみたいな、はい、俺は一体こいつらを守んなきゃいけないのかって、まあ、そこに深みがウルトラシリーズの場合あるわけですよね、うん、まあ、ウルトラセブンの場合やりすぎで、疑わしきは先制核攻撃ですよ、ね、桐山隊長多分ねイギリス人ですよ絶頂期の大英帝国でね、うん、まあ教育受けてるえ、なるほど、はい、うん、まあでも戦争ってそういうものなわけですよね、はい、うん、実際だからね、ちゃんとそういうね、正しい教養をね身につけてほしいなと。確かに教養でした、ね、教養ですよ。だからウルトラマンまでは行きませんけれど、チャンネルクラら頑張りたいなと、はい、いうふうに思っているんですけれども、で、まあ、話の大事なことを言っておくと、侵略って本当にこの世で一番悪いことなんですか、言い訳が絶対聞かないような一番悪いことなんですか。日本人って本当この世で一番悲惨なことは戦争だ、特に侵略戦争というのはその中でも最も悪い戦争だ、はい、で悪いんですよ、侵略って悪いって意味がありますから、うん、でも本当にこの世で一番悪い、絶対やっちゃいけないことなのかっていうですね、話を、まあ、やりたいと思うんですけど、はい、まずですね、憲法9条にですね、まあ、1項と2項があるのを、ね、意外とそこから知らない人もいるんですが、はい、先に2項1個言っちゃうと、戦力不保持、公戦権否認、はい、軍隊持ってなかったら、つまり戦力持ってなかったら自分の身を守れないから、うん、いや、あと何を言うか意味ないだろうと、はい、うん、実際の力を持たせない、うん、で戦う権利認めないって、うん、なんでって、うん、自衛もできないってことですか、うん、解釈によっては、うん、そこの9条っていうのは本当にね、それだけで大学の講義1年出ちゃうぐらいデタラメな解釈がいっぱいあるです、うん、そうなんですか、はい、うん、ですが、うん、まあ、2項に関しては改憲派の人たちはひどいなって一致してるんですね、はい、まあ、最近3、2項残して3項追加ってねいう意見が出てますけれども、はい、保守の伝統的な議論は日本国憲法の中で一番けしからんな9条特に2項だと、うん、これはもうずっと日本国憲法できた時からもうどっか1個消せるんだったら9条2項なんです、はい、保守の1丁目1番です、はい、ところがですね1項はいいんじゃねっていうのが今の多数派なの。うーん、で1項の正当な解釈、これ1928年不戦条約のパクリ条文なんで、はい、そこから逸脱する解釈っていうのはそれこそ頭おかしい、まあ、文明的じゃない人ってなっちゃって、で最初は全ての戦争を否定しようと思ったらそんな解釈現実通らないじゃないですか、はい、じゃあ今どういう解釈が定着してるけれども、自衛戦争はもちろんやっていいんだと、うん、その代わり侵略戦争はやっちゃいけないんだ、うん、
ていう解釈になってるんですよ、はい、で侵略って決していい言葉じゃない、はい、僕それは何でも強調しますよ、うん、侵略って悪いことなんですけど、今日のテーマは本当に絶対に悪いのかと、うん、99% 悪いまで言っても 100% 言えんのかということを考えてほしいんですが、じゃあそもそも侵略って何なのということなんですが、これはですね、はい、佐藤和夫先生という偉い国際法学者の先生がおられまして、生涯をかけて、侵略という言葉自体がアグレッションの語訳なんだということを研究されている方なんですね、はい、でアグレッションというのはまあ、イギリス人でもフランス人でもアメリカ人でも、まあ、あるいはロシア人でも、まあ、いわゆる最低限以上文明を知っている国々、はい、うん、まあ、文明国の国際法学者の間でどういうふうに解釈されているかということを自分で研究した後か聞いて回って、うん、で確認す、はい、でその結論は挑発もされないのに先制攻撃を仕掛ける、うん、ウィズアウトプロボーチング、うん、っていうことが大事なんだと、はい、いうことがあるのであって、でこの挑発の有無がアグレッションであるかどうか、うん、アグレッションなのかセルフディフェンスなのかの違いであって、うん、看護のお菓子かすめ取るみたいなニュアンスはない、うん、だから信仰と訳すのが正確だ。で1928年に不戦条約というのがあって、そのアグレッションは良くないというふうにしたけれども、それ以前は、まあ、ウッドロー・ウィルソンみたいな記印の人以外はアグレッションって何が悪いのと、うん、うん、道徳的に悪いなんていうか、まあやるやついるけれども、まあ口では言ってても本音では、ね、やられるやつが悪いみたいな、うん、まあ、はっきり言えば今川が松平をしアグレッションするみたいな、はい、そういうレベルの話でしか捉えてないですよ。だって日本人だって戦国大名って領土取ったやつが偉いんでって取られたやつが悪いわけですよね、うん、ね、徳川家康と今川氏真どっちが偉いかってね、うん、徳川家康は今川氏真を侵略した悪いやつだとか言わないわけですよ1928年までは世界はそうだった、はい、だからそれまでは進むの方の侵攻に訳すのが正しくて、28年以降は犯すの方でいいんじゃね、いずれにしても侵略じゃなくて侵攻だと、うん、でいわゆる侵略と言われる言葉の中で道徳的意味があるのは唯一アグレッションであって、ちなみに私クルエルアグレッションっていうのは、まあ、直訳すると残虐な侵攻ですよね、はい、いや侵略っていう言葉が英語とか他の言葉にないんで、私が無理やりひねり出した。ないんですか。そうなんで、だから学会誌で英文サマリーって載っけなきゃいけない時に、うん、侵攻と侵略の訳し分けってできなくなっちゃうんで、うん、無理やりひねり出しました。これ私一人しか世界で使ってない造語です、はい、みんなアグレッションを侵略と訳しているのがおかしいんだと佐藤先生言ってて、で佐藤先生って学会に隠れファンがいっぱいいて、で国際法学者のドイツ系の専門の人に聞くと、ドイツ語になるともっと徹底してて、はい、攻撃戦争と防御戦争のニュアンスしかないんです。うーん、アグレッションの挑発されたかどうかのニュアンスすらない。うーん、アタックとディフェンスの違いしかない、はい、っていうものらしいんですね。侵略というのがもう看護のイメージの特有の、うん、すごい特別な、実は国際法の用語とすごいずれて、はい、日本人が侵略と訳して誤訳してしまったがためにいろんな齟齬が起きてる、うん、ついでに言うとインベージョン侵入、それからセージュア獲得、これはもう単なる動作です、はい、ちなみにインベーダーって今なんか悪いやつって侵略者って意味ありますよね、はい、ノルマンディ上陸作戦の時の連合軍って自分のことインベーダーって名乗ってたんですよ。へ、自分でですか、はい、だからそれくらい全く問題がない。うん、多分ねインベージョンが悪い言葉になったのはアメリカ映画のインベーダーからですよ。あ、そうですね、アメリカ人って自分で流したプロパガンダに騙されるっていうねすごい才能あるじゃないですか。自分で流したデマに自分で騙されて信じ込んじゃうそんな才能ですよねあれ。いや、だからそんな真に受けるの日本人ぐらいですけどね、はい、うん、まあそれはさておきということで、まあ、侵略の定義から入りましたけれども、はい、じゃあ今日本題、全てのアグレッション、まあ、侵略とあえては言いますけれども、全ての侵略は悪いことなのか、うん、まあ全てのアグレッション侵攻ですね、悪いことなのか、まあ、その翻訳のズレがあるんでややこしいですけれども、はい、ですね、ポルポトって悪いやつがいたんですよ、はい、
大量殺戮やったんですよ、はい、自国民を。でこいつ毛沢東支持者だったんです、うんうん、でそんなやつがですね、あの独裁政権を持ってた、はい、結果、5年ぐらいかな、人口700万人のカンボジアで200万人殺されて、はい、20世紀最大のパーセンテージ、うん、まあ、数だけだったらいっぱいいるんですけど、うん、パーセンテージでいうと7分の2ですからね、はい、ね、まあ、2、3割が死んでる、うん、でですね、日本でポルポトが出てきたらですね、我々真っ先に殺されますよ。なんで、あの毛沢東支持者っていうのはインテリが嫌いなんですよ、はい、あの知識階級認めない、うんうん、あの大衆全員、俺以外大衆全員アホがいいみたいなとこあって、で、本読んで勉強するやつは殺せみたいになるわけですよ。だから私まずあの、ね、こういう仕事してるしね、うん、まあ1位は大学の先生やってましたし、はい、何より眼鏡をかけて、ああなるほどね、で本当に眼鏡かけてるやつから殺せ、うん、やってて頭おかしいですね本当にね。でも秋吉さん、あなたも殺されます。私も運転中眼鏡かけてるから。美人だから美人は心を惑わすからって言ってありがとうございます。うん、まあ、定番ギャグなんですけどね。ですね、いろんなところで使ってます。分かってるってって、はい、という冗談が通じないぐらい、うん、だから人口の 2,3 割ですか、これ諸説あります、はい、控えめに言って100万人死んで、控えめでも100万、はい、っていう恐ろしい状態なわけですよ、はい、で隣のベトナム あのレドウィック・アインっていう人がですね、さすがまずいだろうと、はい、やめさせよう、うん、という大義名分で、あのベトナム軍がカンボジアにあの侵攻して、まあ、ポルポト派って、あの所詮自国民を殺す軍隊っていうのは敵と戦うようにできてないんで、うん、独裁者っていうのはそういうことをやるときって軍隊のクーデターを恐れるんで、あの平民よりは強い武器しかは与えるけれども、自分に向かってくるような武器は与えない、はい、だから外国と戦えない、うん、外周一色、うん、なるんですね、はい、でですね、あのその結果どうなったかっていうと、うん、まあ、ベトナムがヘン・サムリンっていう人を傀儡政権ポルポト追っ払って据えたわけですよ、はい、でそれに対してポルポト派のみならずヘン・サムリン派以外の全てのやつが大同団結してベトナムの侵略だ、うん、で未だにそれを引いてます。今のフン・センさんっていうのはヘン・サムリンの側近ですね、うん、そうなんですか、うん、だからヘンサムリン派じゃないとまとまらない国になっちゃった、うん、だって賢いやつみんな殺されていって、うん、そのポルポトを称えるようなアホしか残ってないですよ、うん、でベトナムが来た時に あいつ悪いやつだなっちゃって、じゃあなんでそうなるかっていうとですね、ベトナムっていうのはソ連の子分なわけですよ、はい、でポルポトっていうのは毛沢東の毛沢東支持者だから中国の子分なんですよ、はい、でアメリカは当時ソ連と対決するために中国と組めたんですよ、うん、だ米中対ソ連の代理戦争、はい、っていう構図なんです。これポルポトの大虐殺っていうあからさまな人道に反する野蛮な行為があるから、うん、まあ、確かにひどいななんですよ。それは一つの心理、はい、でもこれそれがなかったとして地政学だけで見ると単なる米中対ソ連の、勢力争いなんですよ、はい、で実際ベトナムもポル・ポトを追っ払った後ベトナム人民に対してですね、ポル・ポトみたいな悪いやつを追っ払ってくれたベトナム人に感謝しましょうみたいな教育やるわけです、マッカーサーみたいなこと、それに対する反発がカンボジア人の中であったり、はい、みたいないろんな事情があるわけですね、うん、だから、まあ、米中ポル・ポトその他対ソ連ベトナムヘンサムリン、はい、で我が日本はですねポルポトを支持しております。なんで、アメリカの子分なので。ああそういうことか、うん、まああとタイとかアセアン諸国もベトナムの横暴を許すなって言ってポルポト支持、うーん、今の中東情勢だってシリアのアサドがサリン使った、じゃあ敵対してるやつ誰だ、アルカイダ、その2つと敵対してるの誰だ、イスラム国、うん、みたいな話ですよね、うん、つまりですね、まあ、ポルポトの正義はない、これは当たり前ですよ、はい、かといってベトナムだって絶対の正義でも絶対の悪でもないわけ、はい、まあ、ポルポトみたいなあからさまの悪っていうのは珍しいですけれども、うん、まあ、単なる自国民大量殺戮者ですからね、うん、それが目的でしたからこいつ、うん、頭おかしいんですよ、うん、じゃあそのポルポトを追っ払ったベトナムが絶対の正義かというとウルトラマンみたいなもんかというと全然そんなことはない、はい、
っていうことですね、うんうん、だからじゃあベトナムが正義じゃないからといってあのポルポトを追っ払わなくてよかったのか、はい、一応国際法の用語ではあのベトナムのカンボジア侵攻っていうのはあの人道的干渉という用語で言われます、うん、まあ、大義はあったわけですよね、うん、ただやられた側からしたら侵略以外の何者でもないわけですよ、うん、まあアグレッションであることは間違いないわけですよ、はい、うん、というふうにですね、まあ、それで話を戻ってあの9条1項で侵略をねあの禁止するのは残そうって改憲派が言ってる、うん、全ての侵略戦争をやっちゃいけないんですか、うん、これ本当現実問題、台湾が習近平に占領されてポルポトみたいなことをやり始めた時絶対見捨てろって言うんですよ、私は助けてあげたいって思いますよね、うん、ところがあのポルポトの方を支援せざるを得ないぐらい、うん、まあ、力がない情けない国で現代史でずっと来てるわけですよ、うん、だから憲法典の日本国憲法の条文をどうするか変えるか守るかって話はいくらでもするんですけれど、じゃあこういうことが起きた時で現実に台湾が絶対中国人中国大陸の人間を跳ね返せるなんて保証ないわけですよ、はい、そういうことを考えるのが本当の憲法論議なんじゃないんですかっていうことをですね、まあ考えてほしいなと思ってるんですよ、はい、さて最後ですね、私です昔あの戦後左翼思想を表す四行詞って考えついた、はい、いきますね、はい、中ソ論争で分裂しベトナム戦争で野合しベトナムのカンボジア侵攻で錯乱し中越戦争で開き直る開き直るん、いやこれ以上深いことで何かありましただってまずあのアメリカ帝国主義反対って言って、まあ、ソ連の手下に中国いた時はいいんですけど、スターリンが死んでフルシチョフに変わった瞬間毛沢東はソ連に盾つき始めて、はい、中ソ論争って始めるわけですよ、うん、でそれで珍しくあの共産主義を否定する評論家いるなと思ったら、はい、なんかスターリン主義を否定してる毛沢東支持者だったってもっと強烈どんだけ左翼強いねん、はい、朝日岩波って当時そういう世界ですからね、うん、極左ですね、だからそのもう敵はあっち側にいるんだ、うん、星野側で喧嘩なんかしてる場合じゃないっていうのはその時代の知ってたら気持ちは分かります、うんうん、本当そういうレベルなんで、はい、圧倒的なんで、だお亡くなりになられた渡辺彰一さんとか、うん、まあ、朝日新聞の悪口言ってるっていうだけでもう大学までね嫌がらせが来たりとかね、そういう時代ですからね、いやすいません、だでそれで大義名分が大学で政治的なことを教えてないかって、あの英語学の授業でどうして教える田島陽子じゃないんだからさ田島陽子先生は教養学部でしたっけ、法政大学で、うん、あの偽学生って当時流行ってたの知ってます、え、何偽学生、他の大学の面白そうな先生の授業に勝手に潜ってっていう、はい、うん、で私東大しか行って東大法学部しか実は行ってないんですけど、はい、田島さんの授業潜り込んだ人の感想とかとお互い付き合わせるんですよ、はい、そう偽学生同士飲み会みたいな、はい、うん、当時の弁論部ってそういう遊びやってたんですけどでそれ田島さんの授業をね潜り込んだあの明治大学郵便部の人が行、はい、ってたんですけど弁論大会だった、え、生徒と先生も田島さんの授業が、田島先生の授業が一方的に郵便これ学問じゃなくて授業じゃなくて郵便教養学部でそんなことするんだ、なんかね訴えてるらしい、何言ってるか分かんないって、それはフェミニズムに対しての話ですかねやってたのみたいですよ、うんうんうん、でも想像つきますけどね、はい、まあそんな状況だったりですね、はい、でそれで一旦中国派とソ連派に分かれたのがベトナム戦争で、まあ、アメリカのあからさまな悪事が世界中流されてんで野合するんですよ、はい、だってアメリカの間ですらもうこの戦争悪だとかね、うん、言い出したぐらいですから、でベトナムが晴れて勝ったわけですよ、はい、憎きアメリカ帝国主義をやっつけた、うん、で当時の左翼っていうのは戦争に負けた悔しさであの反米左翼になってる人多いの、うん、だからもうベトナムねもう正義の味方になっちゃうわけですよ、はい、そしたらいきなりベトナムが侵略したって聞いてえへへって発狂しちゃって錯乱しちゃってでその人たちも所詮ねあの教養ないから、うん、侵略っていうのはこの世で一番悪いことだみたいなことで、うん、
ポルポト止めようとしてんのからいいじゃないかってね、うん、いう知恵がないんですよ、うん、そしたらあの中国の鄧小平がアメリカとの同盟をあの強固にするためにであのベトナムがカンボジア侵攻するってことは自分の子分を敵の子分がやっつけるってことじゃないですか、はい、だから中越戦争って始めるんですね、うん、でそうなったらもう左翼の連中は開きになっちゃった、うん、はい。そういえばその時保守って何してたんだろうね。今と一緒で勉強せずに錯乱してたんじゃない。不作為って楽でいいよね。うん、ね。ね。ね。ということでですね、はい、はい。ということで次回は第3話戦争が根絶され野蛮が到来したということで、はい、神々でしたけれども神々です、すみません、はい、チャンネルクララで最も NG が多い秋吉さとばで、ね、お届けしました。次回もお楽しみなさってください。